本当にあの一言がなかったら自分は気持ちで負けたまんまマウンドに上がってたんじゃないかなと思います。大谷さんも緊張はするらしいので全然でした。そうなんですね。今日の朝とかもダルビッシュさんと連絡取り合って、うん、おめでとうございます。ちょっとあのお話聞く前に1個いいですか、はい、すっごいいい香りがするんですけど、あこれもしや山本由伸効果出てます？出てます。もう今日お会いした瞬間に、はい、あ変わったなって思います。これはいい風に変わったと捉えてください。はい、なんか壮行試合の時に、はい、あの一流の方はいい香りがするから、はい、香水つけるっておっしゃってたじゃないですか、はい、っていうことでいいんですか？まあ、そういうことにしましょう。はい、すごいいい香りしません？めちゃくちゃいい。ありがとうございます。やっぱり侍の方々はいい香りしたんですか？いい香りしましたね。みんなめちゃくちゃ、はい、一番いい香りしたのはやっぱり由伸さん。やっぱりそうなんですね。はい、まあ、原点にして頂点にしたんですよ。いやあの改めて世界一おめでとうございます。ありがとうございます。終わってからあっという間に帰ってきて、はい、絶対疲れてますよね今。いや、はい、まあまあぐらいですけど、はい、そんなに特別疲れてるっていうことはないです。そうなんですね、はい、寂しくないですか？寂しいですね。もう今日の朝とかもダルビッシュさんと連絡取り合って、うん、それどういう連絡なんですか？いやダルビッシュさんに会いたいですねって LINE 送ったらいやマジでいいチームだったなみたいな会話をしてました。最年少じゃないですか、はい、でこう上の先輩たちにこうコミュニケーションを取るのが本当に上手だなって思うんですけど、はい、こうコミュニケーションを取る上でこの人にはこうやって聞こうとか、はい、絶対こういうこと聞きたいっていう何か意識してたことってあるんですか？特にそれはないんですけど、やっぱり、うん、あの過ごしていく中でいろんな疑問が出たり、うん、いろんなことを聞きたいっていうふうに思うので、そういったところはあの遠慮することなく自分からどんどん聞きに行こうとは思ってました。うん、教えてもらったことの中で、はい、一番得たこと何ですか？何ですかね、やっぱりダルビッシュさんがあの宮崎の初日から来てくださったことはピッチャー陣にとってすごく大きかったですし、ダルビッシュさんの、まあ、言動行動っていうのはすごく注目して全員が見てたので、そこはいろんな勉強になりましたね。言ってもらった言葉で一番心に残っていることってありますか？はい、ストレートいいじゃんって言われたんですけど、はい、それはあの一番最初のピッチング見てくれた時に言われてすごく印象的で嬉しかったですね。ああそうなんですね。で決勝のことをちょっと振り返ってもらいたいんですけど、はい、まず登板ですって言われたのってどういう状況で言われるんですか？はい、アメリカ打線の兼ね合いとかどういうピッチャーに強いどういうピッチャーに弱いっていうのはミーティングの時にコーチ陣が話してたので、僕が 5回投げるっていうのは試合前の準備の時に順調にいけば僕が5回に行くっていうふうには言われました。聞いた時どう思いましたか？いや投げるつもりではいたんですけど、やっぱり自分が一番、まあ、実力も下だと思ってましたし、本当に投げるのかなと思ったところで、まあ、5回行く準備しといてって言われたのでめちゃくちゃ緊張しましたね。緊張と嬉しいのと、はい、どっちの方が強かったですか？いやもう緊張しかなかったです。その時はもうなんか震え上がったと言いますか、はい、すごかったですね。そういう時にこう周りの先輩たちはどういう言葉をくれるんですか？はい、いややっぱり一番緊張してたのが今永さんだったので先発ですよね。はい、なんかそれを見てたら笑えてきてあれ、まあ、緊張してる今永先輩を見て、はいはい、あやっぱ俺だけじゃないんだなみたいな感じになって、うん、で今永さんもすごい緊張してたのは分かったので、はいはい、僕だけじゃないんだなと思って安心しました。うん、そういう時って今緊張してるんですけどっていうのを誰かにこう助け求めに行ったりするんですか？はい、いやもう僕はやばいめっちゃ緊張してるんですよみたいな感じで、うん、軽い感じでずっとやっぱり話すことによってリラックスできてたので、はい、いろんな方と話して緊張を和らげてました。うん、迎えたあの5回、はい、あれ登板した時どんな気持ちだったんですか？そうですね、まあ、僕が
登板したのは3対1の時だったんですけど、それまで2対1で勝っている状態で、その2対1のまま行くと思ったところで岡本さんがホームラン打って、はい、少し気持ちが楽になったんですけど、やっぱりあのブルペンのドアが開いた瞬間はちょっと足が震えて、ちょっと行きたくない気持ちにもなったんです、はい、やっぱり怖いなというか、はい、もうで打順も1番からだったので、ね、ちょっと怖かったですね。でその一番バッターがリクエストでセーフになったじゃないですか、はい、あの時どんな心境だったんですか？サードゴロ上がった瞬間にやばいこれはセーフになると思って、でもめちゃくちゃ僕も願ってましたし、僕はセーフって分かってたんですけど、うん、アウトって言ってくれたので頼むからリクエストしないでくれってずっと願ってたんですけど、はいはい、リクエストでセーフになった時に、まあ、その時はこれで一発打たれたら同点やなみたいな感じで気持ちはちょっと不安な感じだったんですけど、村上さんであったり源田さんが声かけてくれたので思い切って投げることができました。そういう時村上さんだったり、はい、源田さんって何て言ってくれるんですか？源田さんはまずは本当に冷静になって、あのゲッツーの守備の確認だとか落ち着いて自分の球投げろっていう風に言ってくれたのと、宗さんはもう本当に自分の球投げて思い切り行けって逃げるなよっていうことを言ってくれたので、はい、そこはすごく力になりました。その言葉通り、はい、トラウト選手を三振、はい、これどうですか？あのトラウトさんですよ、はい、ツーボールになった時は、はい、もう死ぬかなと思ったんですけど、はい、あそうだったんですね、はい、もうそこからなんとか追い込んで、はい、まあもう本当に覚えてないんですけど、全然緊張で結果的には良かったです。トラウト選手って、はい、もちろん知ってる選手だとは思うんですけど、はい、どういう存在だったんですか？いやもうテレビの中の人、大谷さんのチームメイトっていうところのイメージしかないですし、ちょっと日本代表の練習が終わった後にトラウトさんのバッティング見たんですけど、3球で見るのやめて6回に帰ってきたぐらいだったのでこれはまずいなと思ったんですけど、はい、良かったです。まさか対戦するって思いました？いや全くもうあの 5回投げるのは分かってたんで、本当に1回から結構打順の巡り合わせを気にして投げてたんで、はい、ちょっとこのままじゃまずいなと思いながら3回とか4回見てました。でも来ちゃったぞと、はい、トラウト選手がそれで三振ですよ。はい、すごいですねやっぱり自分で今振り返ってもちょっと信じられないというか、はい、本当によく投げたと思いますね、はい、いやそうですよね。試合の前に大谷選手が、はい、あの憧れるのをやめましょうっておっしゃったじゃないですか、はい、あれ聞いた時ってどう思ったんですか？いやもう感動して泣きそうになってたんですよね僕は。もう確かにそうだなと思って、その時は全員がその気持ち的に劣勢になってたと思うんで、そのエンジン一つでチームがガラッと変わりましたし、はい、本当にあの一言がなかったら自分は気持ちで負けたまんまマウンドに上がってたんじゃないかなと思いますね。その言葉があったからあのトラウト選手の三振がつながったんですかね？そうですね、はい。大谷選手ってどんな存在ですか？人間の鏡じゃないですか何してもすごいですし、人としてもすごくいい人ですし、聞いたら何でも教えてくれますし、意識の高さも今まで見たことのないような人ですし、はい、まあ、ちょっと欠点がないのが探し出せなかったですね今回はあの最初の会話が何歳だったと思うんですけど、はい、その後ってどういう会話をされてたんですか？その後は僕は、まあ、長く話せたのがあの大阪の決起集会の時だったので、そこでいろんな配球についてだとかバッター心理についてっていうのはいろいろ聞いて、すごく、まあ、ためになる話を、はい、いっぱいしてくれました。メンタル面の話もしてくださるんですか？はい、そうですね、大谷さんも緊張はするらしいので、あ、なんかあの人でも緊張するんやなって思ったんですね同じ人間だなって、はい、人間でした。そうなんですね。そういう決起集会の時って、はい、誰が最初に話し始めるんですか？やっぱダルビッシュさんですね、はい、あの中心となっていろんな人をまとめてくれました。そうなんですね、はい、
日本帰ってきてご家族って会えてますか？日本帰ってきてからは会ってないですね。もうすぐチームに合流して、はい、練習して。そうですね。帰ってきて、はい、もういろんなチームメートにおめでとうって言ってもらったと思うんですけど、はい、一番喜んでくれたドラゴンズの選手ってどなたですか？はいはい、柳さんですかね。柳さんはなんかちょくちょく連絡くれてて、なんか全然日本代表と関係ないようなこともなんかそれいるってことも LINE してくるんですけど、例えばどんななんか変な画像送られてきて、はい、これ面白くねみたいななんかきっと、はい、ほぐしてくれてたんですかね。いや多分普通に何も考えずに送ってくれてると思うんですけど、はい、じゃあアメリカいる時も結構柳さんとは、柳さんははい、ちょくちょく連絡取って、柳さんもなんか今永さんとかとすごい仲いいので、うん、その今永さんの面白い画像を僕が柳さんに送ったりしてました。そうなんですね。はい、立浪監督からあのシャンパンもらったと思うんですけど、はい、あれって今どうしてるんですか？あれは今部屋に置いてあります。はい、飾ってある感じで。飾ってあります。いつ解禁ですか？いやどうしましょう。ね、あれ賞味期限とかあるんですかね？賞味期限あるはずです。あるんですか？はい、iPhone って。それまでに、あれそんなに2年も3年もないですかね。さすがにないです。じゃあどうしましょうね。なんか僕がしでかした時にいい意味で、はい、飲もうかなと思います。何か次達成した時まで撮っておくと、はいね、監督から何て言われましたか帰ってきた時？いやまさか出てくると思わなかったよっていう風に言われて、うん、でもよく投げたっていう風に言ってくれました。落合コーチからは何て言ってもらいましたか？はい、そうですね、まあ、あのノーツーになった場面でよく首振ってスプリット選択したなって言ってくれたので、はい、そこは評価してくれました。あのドラゴンズがどういうチームになってもらいたいですか？はい、やっぱり日本一取ることができれば一番いいと思いますし、自分自身それに一番貢献できるピッチャーになりたいなと思います。この侍ジャパンの経験って、はい、野球人生の中でもうどんな経験ですか？いやもう一生忘れないと思いますし、この経験はすごくやばいですよね。なんか僕がやってる身としてはあんまり注目されてるのか分かんなかったですし、で終わってみたらこんなに応援されてたんだなっていうのはすごく感じたので、はい、その感謝の気持ちを今回次は、はい、ドラゴンズに帰っていろんな人に還元したいなと思います。あのもう日本中だけじゃなくて、はい、世界が注目するピッチャーになったと思うんですけどああ僕がですか？そうですよなってないです。いや今回大谷さん、ダルビッシュさん、吉田正尚さん、たっちゃんとかいろいろたっちゃんヌートバー選手、たっちゃんって呼んでるんですか？たっちゃんもういっぱい、まあ、メジャーの空気といいますか雰囲気っていうのはすごく感じれたので、やっぱり自分自身高いレベルで野球やりたいですし、高みを目指していく中で、まあ、ダルビッシュさんであったり大谷さんと一緒に野球がしたい気持ちはまだまだ本当に3年後の WBC でもあるので、はい、自分自身まだまだ実力は、その高くはないので、全体次は先発として投げれるようにそこに向かって頑張りたいです。次の WBC、はい、もちろん代表を目指すと思いますけど、はい、どんなポジションで出たいですか？はいはい、今回は、まあ、先発でも第二先発でもなかったので中継ぎっていうところだったんですけど、やっぱり自分は先発としてまっさらのマウンドに立ちたいっていう気持ちはあるので、はい、そこに向かってまた準備していきたいなと思います。あれだけのすごいピッチングをする前日に、はい、ちょっと迷ってたじゃないですか、はい、なんかやってましたね、はい、あれは本当にシンプルに、はい、あの分からなかった感じですか？いや全然分からなくて、練習の時入れた場所が入れなくてなんかで試合も始まっちゃいそうだったんですけど、はいはい、なんかテレビで放送されてたみたいで恥ずかしい限りです反響ありました？はい、試合出てないのに決勝戦と同じぐらいの DM が来ましたちなみに決勝終わった後って何通ぐらい連絡来てたんですか？
いや、僕そんなに友達多くないですし、なんか、はい、本当に友達多くないんで、50件ぐらい。本当にですか？50件ぐらいです。はい、全部で？全部で100は行ってないですね。本当ですか？はい、なんかみんな300とか来てたって言ったんですけど、はい、あんまり僕はそこに話には入らないようにしました。あれ、あの今日ちなみに、はい、あの金の、 あの輝いてるものは、はい、持ってくるはずだったんですけど、はい、寮にありますね。あれ、もしかして、はい、あの監督からもらったシャンパンの横に。そうですね、はい、あります。いや、でもメダルじゃなくて、はい、次は、はい、チャンピオンリング持ってくれるね、はい、それで勘弁してください。わかりました、待ってます。はい、今シーズンの目標を書いていただいてもいいですか？はい、どうしよっかな。はい、これはあの3年目のってことで。3年目、はい、はい、分かりました。サインですか、こっち。はい、でれん、3年目の山本由伸超えです。これを目標に頑張ります。この間会見の時にもうスラスラ出てきてたじゃないですか、はい、由伸さん の、はい、あの数字がやっぱりすごいんですか？いや、やばいです、これは。あの成績は、うん、まあ、一番やばいのは20登板で143イニング投げてるのが一番やばいんですけど、うん、はい、まあ、そこ以外にも防御率、勝率、まあ、なんていうんですか、本当にその当時のオリックスと今のドラゴンズっていうのは、由伸さんも言ってましたけど、似てると思いますし、やっぱり核となるピッチャーがもっと出てこれば今のオリックスみたいに優勝できると思うので、はい、そういったところも含めてこれを目標に頑張ります、はい、あの自主トレも一緒にされて、はい、もう生活を共にされてたじゃないですか、はい、この数ヶ月、はい、どういう存在なんですか？家族？家族ですね、もう、はい、めちゃくちゃ好きです、僕は。家族の中でいうと、はい、お父さんなのかお兄ちゃんなのか。奥さんです。奥さん、はい、山本由伸投手が、はい、僕を支えてくれてました、ずっと。あえてもう言葉でなのか、はい、いや、もう本当にあの僕が決勝戦ゴールドシュミット選手を三振取った場面をちょっと映像があったんですけど、ベンチの様子映してる映像があって、由伸さんめっちゃ喜んでたんですよ。なんか嬉しかったっす。あ、もうじゃあそれぐらい大好きな先輩を超えたい、はいはい、そうですね、やっぱり、はい、憧れるのはもうやめます、この人に。大谷選手の言葉を胸に、はい、そうですね、あの言葉は全員に響いたと思うので、憧れじゃなくても超えていくと、はい、そうですね、頑張ります。奥さんか、はい、どうですか？かっこいいですもんね。かっこいいですね、うん、何しててもかっこいいですもんね、はい、いいっすね、あんな人になりたいっすね。どこが一番好きなんですか？やっぱ面白いっすよね。うん、まあ、はい、面白い人はたくさんいるんですけど、はい、はい、なんか面白いですね。柳さんとどっちが面白いですか？柳さんは面白くないです。柳さんは面白くないです。そうなんですか、はい、面白くなろうとはしてるんですけど、はい、実は、まあ、もう今一つって感じです。真の面白い方は、はい、はい、たまに由伸さん面白くない時あるんですけど。なるほど、はい、いいですね、未来明るいですね、本当に、はい、明るくしたいですね。かかってますかけてます。はい、今年1年はちょっといろいろ見られると思うので、はい、上回っていけるように頑張ります。何達成したいですか、これから？やっぱりこの成績を超えることが自分は一番だと思いますし、はい、はい、8勝以上ってなるとやっぱり2桁勝たないといけないと思いますし、防御率も2点台を切るんで、1.95 は普通の人がやったら無理だと思うので、それ以上の努力して、はい、やりたいですし、
圧倒的な数字を出したいですね。完全試合とか、はい、ノーヒットノーランとかあるじゃないですか、はい、なんか これをっていうのありますか。あ、どうですかね。完全試合多分僕できるタイプじゃないので、なんか最後油断してフォアボールとか出すタイプなのでもうそういう場面になっても、はい、あの広島戦とか、はい、多分誰もがちょっとワンチャンあるんじゃないかなって思ったところで、僕だけはないと思ってたんで多分監督も多分同じようなことを思ってると思うんですけど、 そこの詰めの甘さを今シーズンは、はい、あの達成できるように頑張ります。はい、応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。